いつもありがとうございます。四丁目の辻さんとこラーメン二丁なんだけど。分かったじゃ。行ってくるにゃ。ただいまにゃ。はよ。毎度あり。あの兄さんよく働くね。へえ、そうなんですよ。いい店員さん入ってよかったね。また来るよ。ありがとうございます。ああ、仕事ができて客にも好印象。ほんと、息子にしたいくらいだよ。それにしても真面目に働けば立派な社会人になれるだろうに、一体何がこの青年の人生をおかしくしちまったんだか。あんたの娘だよ。これは今日一日の労働報酬だよ。でも遠慮することはないよ。あんたそれくらいの働きは十分してくれたんだ。ありがとうだにゃ。これで年金が払えるにゃ。ちげーって、これはいらないにゃ。道草食いすぎだにゃ。腹壊すにゃ。ただいま。染谷さんとこでシロアリ駆除手伝ってたら。遅っ。遅い。サービス業舐めるのも大概にするにゃ。何？仕事のことで貴様なんかにそんなこと言われる覚えは。あるね。もうお前はお払い箱だよ。今日からうちの看板息子として頑張っとくれ。任せるにゃ。そんな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。くそ。あら、鬼丸さん、なんてみすぼらしい。この競争社会で役立たずのあなたは用なしなのですわ。出前先の権藤さん家にラーメンを届けた方が勝ちだよ。わかったにゃ。なかなか見ものですわね。確かに。だがどうしてお前までその格好をする必要があるんだ。何を言ってるにゃ。これは看板娘対決という名の真剣勝負にゃ。全く同じコンディションで戦わなくては公平な戦いとは言えないにゃ。お前のそういうところ尊敬するよ、マジで。ではイエイ、よーい、スタート。私の脚力がこいつに負けるわけには。なんで、なぜだ。おお、すごいにゃ。なぜだかわからないが、今日はものすごく体が軽いにゃ。みんなは気づいたかな。どうして今日の勘九郎はミキさんより速く走れるのか。そう、この時勘九郎はスカートを履いているからなんだね。いつもよりも下半身の空気抵抗が少ない分速く走れるというわけなんだ。お待たせしました、鬼丸飯店です。ちょっと待つにゃ。なんで閉めるにゃ。離してください、警察呼びますよ。何言ってるにゃ。とにかくラーメンを受け取ってくれにゃ。負けた。やっぱり看板娘としての経験の差だにゃ。いや違うと思うぞ。ところでミキ、今から彼の挑戦受けてやんな。なんで。おかみさん、しょうがないな。ああ、やったにゃ。勝負。やっぱお前さ、ちゃんと働いたら。